マイメロディーやでー。いつの日かぶり。でもちょっと暑いやっぱ暑かったわ、正直まだ暑かったなって今思った。日焼けにするよとか言っといて、夜絶対暑くない？寝てると気づいちゃいましたか？こんばんは。11ありがとう、ハートありがとう。5分は遅刻ではない？遅刻じゃないですマイメロっぽいウサギ、マイメロですね。11クマありがとう、ハートありがとう。ぴょんぴょんお願いします。ぴょんぴょんが欲しいなら会いに来るしかないですね。え？ちょっと待て、これがいいんだけど、リーナこれがいい。ここがいいんですけど、クマありがとう。マイメロあったかいの？暑いですマジで、びっくりしちゃった今。ハートクマありがとう。引っ越し掛け中、ソシです。ちょっと待って、一個あげるわ。どう？明るすぎ？なんかさ、帽子？帽子？なんか見て、かげるくない？かげりどうですかね。かげり、すっごい標準。やっぱこの明るさが一番いいかな。クマありがとう。暖かい部屋着は良きでしょう。11クマありがとう。開け夢の扉開きたいですね、ぜひまた。クマありがとう。マイメロより可愛い。あ、本当？あれ？気づいちゃいましたか？耳ピョコピョコ動くの？そうですね、動きます。カエルピカパカメカピョコピョコ合わせてピョコ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 、完璧ですね。昨日はなんて言ってイチャイチャしてたの？え、言ってるとこが分かんないんだけど、どこでイチャイチャしてましたどこ？いつですか？なんかリノ、ん？どこだってずっと思ってるんですよね。ちなみにもや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 してますね。クマありがとう。ハートありがとう。昨日の公演アーカイブ予約フライミー見たよ。クルリーナのユニットトートよね。え、結構びっくりじゃない嵐とかやると思ってた。嬉しかったですね。夏の握手会で前村来てた。そう、来てました。クマありがとう。インスタの写真可愛すぎた。あ、みんなインスタ見てください。見ていいねお願いします。いいねいいねいいね、それいいね。クマありがとう。インスタライブで見たことあるよ。これでインスタライブはしたことないかも。リーナじゃない人かな。クマありがとう。ハートクマ11ありがとう。3匹クマハートありがとう。11ハートありがとう。リーナもさ、 Bluetooth つなげてないかちゃんと確認するようにしました
本当に無音すぎた。お騒がせでした。今日も配信が見える幸せでしょ。でもね、今日はね40分に終わります。40分に終わります。全然メールとかちょっと送りたいので、来年も SK のカレンダー出してほしいね。いっぱい、ハートありがとう。前メロのその服見ると前メロリーナとミクルさん思い出す。あー着てるよね、よく。前メロ可愛いもん。前髪何本かめっちゃ長い。え、そう、紛れ込んでんの。でももうもう大丈夫。体調あまり良くないけどポートメッセージリーナに会いに行く。あー嬉しい、会いに行きたい。よくしましょう。ありがとう。クマ11周年、クマ11期生にしちゃった。11、ありがとう。暑いんでそのまま外に出たらちょうどいいかも。確かに逆にね。1月26のイベント、あそうですよ、チカッパ祭り、ミニチカッパ祭りに出演させていただきます。やばいよ、初のあれです。台湾ライブっていうのかな、ですよ。ミミヒユだけっていうのは初めてだから、めちゃくちゃ楽しみですね。皆さん絶対来てくださいね、その日開けてください、お願い。前メロじゃないかこれ、なんか なんかのさ、サンリオキャラがさ、お願いみたいな。え、前メロかなこれって、なんか言ったんですよ、今思い出しました。かわいスタンプありがとう、あとありがとう。そう、かげりですよこれ、かげりかげりな。前目の50周年生まれとね、やばくない50歳。でもキティも意外となんかさ同じくらいなんだって思ってびっくりしましたね。すっぴんじゃないかな、ギリリップと涙袋しました。茶碗蒸しとカニカマが主食、え、やらか。でも美味しいですよね、茶碗蒸し。あんま食べないかも最近、頻繁に食べるもんじゃないもんね。肌ありがとう、クマありがとう。クルミのヘッドセットずれてた時、え、いつずれてた。何の曲の時それって、ずっと不思議だったんだよね。ハート11周年クマありがとう。無配信に気づいた時もあれ気づいちゃいましたが、あ、なりましたね本当に。カエルポコポコ、ゆうかたんさんのはね、あ、全然噛んだだけです。噛んだだけですね。ちなみにピンクカチューシャどこ、どこ、あー持ってこいと。持ってきてないですね、ピンクカチューシャ。ちょっと夢の国なんだ、ちょっと幻でしたね多分、幻。インスタ写真全部かわいい、え、嬉しい、ありがとうございます。ミミヒユ卒仕事おめでとうございますね、本当におめでたし、おめでたしですよ。え、マジで絶対来てね、本当に盛り上げましょう。みんな赤ピンク白振ってください。え、グッズ出したいな。え、それまでに絶対ミミヒユポーズ決めなきゃいけないじゃん、どうすんだろう、わかんない。え、マジで楽しみ、なんか余計楽しみになってきた。なんかみんなが言うとさ現実感が増すからさ余計楽しみ。インスタにコメントしたら早くもいいね来てた、リサーチなんで。詰め合わせクマありがとう、チカッパ行く、あ嬉しい、ありがとう。リアの配信よりもジンギスカンが気になる、秘密の県民賞、んー、どっちも気になってくれ。クマありがとう、11周年ありがとう。ちゃんと声を 音聞こえてて、でしょ今日はちゃんとね。11周年クマハートありがとう。ミューズの事故は Bluetooth がいい、え、そう、普通になんか Bluetooth つながってた。音がとか書いたら焦るんだろうな、焦りますよもちろん、焦りーなって言って。焦ります。クマありがとう、
前物の着ぐるみって洗濯するよね。干してたら周りの家が驚きそう。まあ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 人の洗濯物見ないっしょ。今日声が聞こえるね、よかった。今日 K2 声にさせリーナ出てないよ。前目の顎から前髪が生えてるがひげに見える。やめて、じゃあ見ないでちょっと見ないことに、見なかったことに。ひげ確かにとか言っちゃ悪いけど、確かにリーナがもっと重いになっとけばよかったんだ。レベアリって何ですか？え、なんか、え、めっちゃ聞いたことあるその言葉。あのファンの方界隈でレベアリレースみたいな。なんなのそれそれって何なんですか？ちなみに頼りは翼？ヘッドセットずれてる時？いつやろいつだろう。え、そう、エゴさんもいるんですよ。天使ですよ、マジ天使が多い日ですね。チカップ祭り、幼いけど可愛い。幼いのが可愛いんですよ。ありがとう。え、マイメロ？あ、やっぱりマイメロだった。そう、マイメロがお願いって言うんですよ。可愛い、可愛いな、マイメロって。10周年ありがとう。それどうやったら参加できるのか、いまいち不明だと行きたい。え？不明だと行きたい？不明じゃ、明確になっても行きたいと思ってください。だけどかな？だけどな気がした。だけどですね。え、わかんないわかんない。全然わかんないです私。この間使ったお菓子の箱使ってる？うん、結構そこからお菓子取り出してますよ私。あ、そうそう、お願い前メロディーね。だからか。クマありがとう。50歳とか超先輩やけ。そうですね、尊敬しないとやっぱり前メロさんは。ハートありがとう。涙袋押しないとどうなるの？え、のっぺらぼうのっぺらぼうになります。うん、のっぺらぼうになりますね、涙袋しないと。でもあるんですよね、一応ある方ではある、もともと。でもなんかより濃くしてる感じ。やっぱりね、画面越しだと伝わりにくいのでね。守りたいこの笑顔。じゃ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 ん、ありがとうございます。クルリンのユニバースかっこよかった。あ、嬉しい。みんななんかさ、スタイルいい4人組とか言うけどさ、でもね、リンナ取り残されてないかって思ってちょっと心配でした。それはマイメロのパジャマですか？そうですよ。 This is my melody. I like my melody. I'm my melody. Yes. クマありがとう。ハートありがとう。あれいつの写真？インスタですか？いつでしょうね。秋です、秋。クマありがとう。なんで一光さんっぽく幻を言わなきゃいけない？嫌です。あの、会いに来た時に言ってください。だったら言います。ちょっと今やるのは恥ずかしいですね、何人見てるか知らないので。クマありがとう。グッズはさくちゃんの回ってほしいな。え、みんなでね、やりたい。メンクラ衣装、え、作りたいね。フルーツジッパーみたいにね。クマありがとう。夕食何食べたの？あれ、送ったよねリーナ。送ったんですけど、あれですよ、夢の国パスタ。あ、違う、嘘つきました。夢のパスタです、夢のパスタ。夢のパスタ食べました。夢と希望がいっぱい詰まってましたね。クマありがとう。ピンクが似合うリーナ。え、似合ってました？カチューシャ、ピンクカチューシャ似合ってたらいいなと思いつつ、うん、下手にリナが操作をするから。えー、なんで？反抗期なんですよね多分。
反抗期中、髪の毛が。あ、結構今親孝行してないこの髪の毛。うん、まあこんなもんでしょうと思っときます。クマありがとう、ハートありがとう。マメロニア、あ、本当？やったね。レベルアップおめでとう、レベおめ。レベルアップおめでとう、ありがとう、レベあり。レベおめありにしたらいいんじゃない？え、レベおめありじゃない？それって。なんでさ、おめでとうありがとうなのにさ、ありがとうしか言わないの？ What？ そういう意味、あ、ファンレベルが上がったみたいな、そういう感じか。レベありリーナも使おう。アップデートとかない？アップありみたいな。アップデートしよう。一番端っこ最後尾やったよ。やっぱり浮気した罪がねあったんでしょうね。今日は着せ恋のアニメと実写見た。どっちも？すごい面白かった。なんかあれね、漫画読んだことあるリナ、でも途中でやめちゃった。クマありがとう。参加方法がいまいちゃいま、それはリーナもわかんない。申し訳ない、力になれなくて。またきっとね、きっと。あの、いや、さ、何、知らされますよきっと。今日朝ハミワのホットケーキマン食べた。え、なんか出てるよね、リーナも最近知った。あれな、美味しそう、めっちゃ素敵ですね。そんなことないよ、十分可愛い。本当？ありがとうございます。少しだけど11月30日と12月1日買い増しした。あ、嬉しい、たくさん会えるってことですね。嬉しいです、たくさん会いましょう。リナスタイルいいじゃん、あの3人向こうに回しても可愛かった。本当に？本当に？結構ガチで深刻な悩みでしたよ昨日。ビクビクしてましたよ。みんなすごいじゃん、どう考えても。だって宮丸さんに、姫丹さんに、くるみんだよ。人選ミス、人選ミス。あげー、ありがとう、愛してるスタンプ。詰め込みクマありがとう。移植はまだ届いてないかも。あ、送ってはない、リーナーイーツはしてないです。してないですね、まあ、頼まれてないんでね。パスタオンパスタで驚きました。はい、ダブルパスタ、まあ夢なんでね。クマありがとう。前髪脂肪、脂肪してる本当に。まあ許してくれ、今夜限りは、今日だけは。プリマちゃんズみたいにミヒューにファンネーム、ミミじゃない。ミミちゃんとかわかんないですね。楽しみ、そういうの考えるの。いい感じ、あ、髪型いい感じ、え、よかった。ちょっと不満げだったんですけど私。クマ11ありがとう。ジンギスカンにもいろんな食べ方があるので。羊かラム、ラムリーナ食べたことないですね。クマありがとう。あ、グリリアでエクスプロージョンが見たい、やってみたいな。光せよ乙女エクスプロージョン。あれ体力きつそう、いつもなんずがハーハー言いながら帰ってくるんですよ。ハッハッハッって大丈夫かと思って。5匹クマありがとう、クマありがとう。 We are second でダチョウやってたのは美脚だから選ばれたと思ってる。みんなやってたよ、みんなやってた。クマありがとう。グッズのチビ縫いまだですか？チビ縫いね、出したい。みんないつもね、旅行なんかどっか行くとき絶対カレンタンのチビ縫いを持っていくんですよ。だから私たちもちょっとそういう存在になれればいいかなと思って。ある SKE ってチビ縫い出したことあります？かね、あったらあんのかな、どうなんだろう。クマありがとう、ハート。クマありがとう。リアの可愛さとカチューシャの可愛さが一体化してた。あ、馴染んでた、よかったです。
11周年クマ、クマありがとう。自分ではないと思う。え、やっぱりないよね。え、じゃあなおさらなんか新しいことしたいですね。新しいことしたいですいいと思うけどな。え、みんなだったらさ、グッズを販売するってなったら何が欲しいですか？耳比喩で。え、天使にちなんだなんか欲しくない？欲しくないとか言って自分の意見なんですけど、みんなが使える羽とかみんなが使える羽、いくくないですか？羽羽がついたカチューシャとかいいですね。みんなにつけてほしい。あとは羽、天使、難しい難しい。11周年クマありがとう。クマだるまハートありがとう。だるま久しぶりに見た。ちびの絵グッズに出してほしいね。え、やっぱりゲットしてくれますか？縫い場を出して板場作りたい。あー、なんかあるよね、バッチ入れるバッグ。いいですね、板場いいね、作ってほしい。クマありがとう。ふう前髪終了のお知らせ。うわ、静電気なんだけど、今すごく静電気、静電気のリーナは静電気。あれあれれれ、なんか協調性がない前髪に。もっと協調性を持って生きてほしいですね、前髪には。ぜひとも、待ってよ、なんでリーダーがいないのか。リーダーが指導してあげてるというのに。大ピンチです。今メール来た？遅くないか？めっちゃ前に送ったちな、ちな神大暴走スペシャル。うーむ、お、いいんじゃないか。いいですね。大川さんが新曲衣装で腰につけてる。なんか何人かさ、ぬいぐるみとかつけてる人おる。あの紅白心拍数めっちゃ衣装可愛くない？あれなんかね、流行りに乗っ取ってる。めっちゃなんかリボンとかさついてる人もいるんだけどさ、めっちゃ今流行ってて、めっちゃみんなつけてるようなやつなんで、ね、すごいなって思って。クマありがとう。小さい羽キーホルダー、あー羽、やっぱ羽いいですよね。耳も出したい。え、なんかリーナは犬の耳で、じゃあさくらは猫好きだから猫の耳でみたいな。あとパンダとか、なんか好きなやつの耳とか出したいですね。クマありがとう。すぐ励ます。いや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 、羽はちょっと保ってもらって。クリアファイル、珍しくない？クリアファイルってあんまないよね。まずアクスタ、あ、それはわかる。一旦定番の欲しいよね、最初だし。ちびぬい2つ頭につけたら耳になる。どんな大きさのちびぬいかによるよね。リーナがつけてるカレンタンをね、頭につけたらもうどえらいことになりますよ。
天使のリーナを飛ばせるドローン飛ばせるんですか。リーナ危険な目に遭いますよそれ。今のビジュアルが最高だと思う。後で自分でチェックしてみて。あの自分今見てるんですけど画面全然全然ですよ。こんなんで最高なんですか。じゃあもうあったらたまげますよ絶対。これが最高は絶対に嘘ですよ。めっちゃ可愛い、ありがとう。チームイー、でも今は S なので S たくさんしていきます。オタクが羽つけたら目も当てれない。当ててよ、目ぐらい、目ぐらい当ててくださいよ。過去に推しの板場作ったことあるけど作るの超楽しい。え、だってそうだよね、だってさ推ししかいないんでしょバックに。それ嬉しいよな。いやいや、なんか来ちゃった、なんか来ちゃったね、もう濃いですね。ミミヒーも推しから決めるのかな。え、決めるんじゃない、なんか決めた方がね分かりやすいよね。サイリウム何振るみたいになるしね。節使わない、使ってるとこ見たことないかも。んー、使ってたけどなんかなくしたですよね、気づいたら。ミミヒューメンバー考案のミルフィーユをイベント会場で販売。あー、好きなもの詰め込みとか立ち上げとか入れてみる。誰といたの、それはまたメールで言います。一旦予想してほしいんだ。髪見知りの前髪、リーナと一緒。髪見知り顔見知りみたいな新しい言葉だ。シルエットがキノコに見えてくる。うん、そう、確かに中とかね、模様がね。ペンダイと一色なら何色。アリーナが赤ピンク白どれ選ぶかって、まあ、もちろん私ピンクがいいけど、まあ、絶対無理なので黄色とかじゃないですか。前メロ着てるけど中身ピカチュウなの。え、ピカチュウに見える中身。違いますよ全然違います。え、そうそう、おるさんクマみたいなの背負ってる。え、ね、アフィルついてるよね、かわいい。何度言ったメールが今来たよ、同期じゃないの。リーナ同期以外だと人見知りしそうだけどそうですねあ、それも見ていただいて。目の心電図がいい。え、こうやってあるやつでしょいいよねあれ。ハートありがとう、バブル取り始めたよ。え、嬉しい、ありがとうございます。浮気してたのに見てしまった、浮気の原稿。ライブで押し耳つけるとステージが見えなくなる。確かにそれよくないな。キーホルダーとかにしたらどう、全部キーホルダーみんなのバッグがありえんことになっちゃう。そういえばサックかな、サックになってるが羽つけたの見た。なんかね、イズリンさんからいただいたみたいです。プリマちゃんズみたいに耳ひげのファンでもね、そうそう、さっき話したわ。目も当てれない、目ぐらい当ててよの返しおもろい。いや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 、普通に考えて目は当ててくださいチョコタルト、アリーナが作ったやつですか。それリーナの時間がもったいないかも。グッズにするとなると即完売ですよそんな耳ひげだから耳につける羽を。耳につけるんだみんな羽。特殊だイヤリングかピアスかしなきゃいけんよみんな。ライミースタイル気にしてたって言ったら、気にしてたって言ったらくるみん、いやいや誰が言ってますかって言ってます。えリーナリー珍しい珍しいですね。クマありがとう、お疲れイエローのリーちゃんですとかになっちゃう。いやだ、お疲れイエローちょっとやかも。やばい、マジ時間ないわ。あの私勝手に撮りますね、スクショタイム、リクエスト勝手に撮ります。あ、勝手に撮る、自分でリクエストします、自分で自分にリクエストします。あのインスピレーションでスクショタイムしたいと思います。発電してるからピカチュウなんかと、
電、中身がアリーナから光が出てるってこと？あ、ごめん滑った。あ、なんかね発電してるからとか書いてくれないとね、ちょっとリーナは分かんない。リーナは分かんなかったな、すまん。3匹クマありがとう。今日フライドチキン食べた。食べてないよ、それが食べたかった。なんかみんな今日星が多いコメントに。わかんないんだ。クマありがとう。スタッフさんに頭より上に耳つけないでって注意されそう。もう新しい日本語生まれますね。どっかの洋菓子店とコラボして耳フィーユのお菓子作ってほしい。え、絶対いいね。ミルフィーユ、ミルフィーユのコラボみたいな。運営さんが作った耳比喩の紹介の各メンバーの名前に色がついてた。サック、ハート、リナ、赤。でもあれ多分さ、あれなんだよ、サイリウムの中から選んでるからね、マジでどうなるか分かんない。確かにリナピカチュウに似てる。似てる。まあ、まあ、ならよかった。光ってるってことだよね。光ってるってことなら大歓迎です。最近ダジャレ多めでちょっと笑ってる。いや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 、多くないでしょ。言ってない言ってない、ダジャレなんて。まあせやな、せや。クマありがとう。リナのおかげで竜田揚げの美味しい店を開拓するのと。すごいじゃん、竜田揚げにまで影響があるとは。教えてください。それでぜひ教えてください。あの一番おいしいやつ教えてください。ということでスクショタイム勝手に取ります。うん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 。あ、ちょっと前髪の修正入ります。綺麗、綺麗じゃないか。ちょい待ち、革命じゃないこれ。結構さっきまであんなに荒れてさ、野嵐だったのに。うん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 、革命だな。どうしようかな。うん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 、静電気やばいマジで最近。うん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 、どうしようかな。うん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 、くらいですかね。取れました。スクスタイムってことはもう終わり。そうですね、ちょっとメールを送りたいので40分に終わるんですよ。だろ、可愛いてちゃん。あ、前髪の話、顔は全然漏れてない今日。今日のダジャレコーナー、リーナさ、ダジャレ言おうと思ったら言えないんですよ。だからさ、その場でさ、じゃあダジャレ言ってみてよとか言われてもさ、言えないんですよ。おかしいよね、おかしいんです、結構。ということで今日は配信終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。11月30、12月1、新衣装、タコスの新衣装と、耳比喩嘘つきました。新衣装とあれですよ、あれあれあれよ、あれあれあれですよ、あれ、サンタクロース衣装、衣装じゃないですね、コスプレです。見に来てくださーい。だよね、新衣装はやっぱり私が昇格して初めてのね、もしかしたらその衣装を着るのは初めてで最後かもしれないので、まあすごく貴重な機会、ぜひ会いに来てください。サンタは、そうですね、やっぱりクリスマス楽しいじゃないですか。やっぱ会いに来て、リーナから愛というプレゼントをねもらいに来た方がいいのではないかなと思います。ワンチャンね、ワンチャン良いお年をってなる可能性ありますし、まあ、良いお年をもたくさんね言えたらいいなと思ってます。ぜひ会いに来てください。待ってます。ぐらい、あとあれ持ってきます、生誕冠。はい、お願い。今日はマイメロなので、マイメロの言葉をたくさん使っていきたいと思います。マイメロが好きなのはナンバーワンじゃなくて
オンリーワンなんだけどみたいなことをね言ってたんですよ。一緒よ。学校でもふーんとかやりませんやりません。まともなんで私配信中にメール3通も来たの、やばい。それは想定外ですね。普通に私めっちゃ前に送ってましたよ。ここで音声切れたら伝説になる。切れないでね、本当に困るから。サンタ苦労する、まあ苦労、サンタクロース苦労するみたいなねよく言いますよね。カモシカのぬいぐるみ、あ、持ってないですね歯綺麗、え、本当にありがとうございます。ちょっとね、前まで私ね、いやめっちゃ思うのよ、前までそういえば矯正してたんだなって思って、不思議な感覚になる、めちゃくちゃ。でもね、いまだにさ、アリナのさ、気を抜いた時の笑い方がね、こんな笑い方してるんですよ。なんていうの、下も見えるみたいな。それはあれなんですよ、矯正の時の癖で。ワイヤーつけてたんですけど、なんかねちょっと浮いてるんですよ。なんていうの、器具があって、だからね、つけてた時は何、ワイヤーがあったから、なんか引っかかん、歯茎に引っかかるんですよ、あれ。引っかかんないようにめっちゃこうやって笑ってたんですよ、私。だからね、その時の癖がまだ残っててね、最近はそれをなくすように頑張ってます。よいしょメロに行きます。あ、メロに来てくれるんだ、ありがとうございます。あ、延長ですあ、すぐ終わりますよ。マイムラットお願いって言えば何でも言うこと聞いてもらえると思ってよね。いいじゃん、可愛いからいいじゃないか。倒しシンドローム、あれマジでいい曲離れ矯正頑張ったね、頑張ったっしょ、マジで偉い、本当に。矯正の時のリーナ知ってる、だからどういうわけじゃないけど、うんうん、そうですね、まあ、びっくりだよね、ある意味懐かしいね、わかる、えらい、かわいい、ありがとう、大褒めだ。あたいは黒み派です、ごめんなさい。いやいや、どっちもかわいいなんだね、いいですよ、笑顔最高、よかったです。ということで終わります。会いに来てください、お願いお願い、待ってます。ではおいとましましょう。矯正萌えしてたんだ、珍しい。じゃあ、あ、フォローありがとうございます、ありがとうございましたぐらい。あ、チカパ祭りもねあるので、これからの動きに大注目ですねぐらいかなと思います。ではまたのお越しをお待ちしております。さようなら。マイメロっぽく、じゃあみんなおやすみなさい、バイバーイ。